とんでもない奴だとは想像していたが、まさかここまでレベルが違うとはな。クソ、とうとう終わりか。プリンも品切れ、スーパーサイヤ人ゴッドもいない。もう破壊ですかね。ふん、破壊神ビルスに消されるんなら光栄かもな。おや、いいこと言ってくれるじゃないか。では望み通りに。ちょっといい加減にしなさいよ。ベジータの知り合いだかなんだか知らないけどさ、私の38歳のバースデーがめちゃくちゃじゃないのよ。38歳だったのか。よくも俺のバカだ。こりゃすごいぞ、ベジータのやつ、ついに悟空を超えおったんじゃないか。くらえ。やっぱりそれもスーパーサイヤ人ゴッドじゃないようだね。もういいよ、地球を破壊して帰る。ウィス、少々お待ちを。ウニの軍艦巻き、これまた耳ですよ。そうはさせないぞ。破壊嫌がって。くどいね。もうおしまいだって言っただろう。ベジータ、ウィズってば。お呼びですか、ビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのはお前の言ったようにただのくだらない夢だったようだ。何度も言うが、地球を破壊して帰るぞ。わかりました。ですがもうしばらくだけお待ちを。いかがですか、鉄火巻き。最高。ところでもうあんまり時間がなさそうなんです。これってお持ち帰りにできませんか。また君か。なんだね、ゴッドの正体でもつかめたのか。そいつはまだ謎だけどさ、この星を破壊しねえでくれよ。僕は破壊の神だ。分かってるよ、ビルス様。でも今回だけは見逃してくれって。では何かい、もう一度君が戦うのか。と言いたいところなんだけど、参ったな。正直あんたにはどうやっても勝てそうに